当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。921SW621SW621SW だね。で、あとね、セイコーもやってます。ちょっとまあちょっと周り汚いな、あれだな、ちょっと汚いけどまあしゃあね、ゴミ払わないように注意してやって。921SW621SW621SW だね。では前回からクォーツの復活に取り組んでおりますが、まあ、今回はセイコーですね。セイコークォーツです、まあ、1980年代ですかね、それぐらいの年式なので、まあ動くかどうか。動いてくれ。どうやちょるかわからん。これがまたね、秒針がないタイプなんですよ。秒針がないので動いてるかどうかわからないこれまた、まあ、時刻を合わせて、で、まあ、5分10分なり、まあね、様子を見て動いてるかどうかの確認をしましょう。秒針がないとこういう時にね、ちょっと瞬時にこう判断できないのが厄介ですよね。じっくりね、噴子が動いている感じもします。よし、次こちら。これもセットなんだけど、ちょっと待ってね。 927SW 出すから、多分まあ成功だから大丈夫だよ。ペアウォッチなんで、まあ、こちらのメンズ時計ですね。メンズの方も着手していきましょう。まあ、国産ムーブ、日本製ムーブなので、まあ、中身も綺麗なので、ただまあ、電池が入っていたっていうのが少しあれですけど、その電池からのその液漏れとかもなかったので、復活する可能性は非常に高いと思いますが、いかんせんこちらも秒針がないタイプなので、瞬時に判断できないというのはまた厄介ですね。まあこちらもね、時刻を合わせて5分10分待って様子を見るしかないですが、とりあえずまあ輪列周りにオイルをさしておきます。まあこの時代のこのセイコークォーツ、まあクォーツですが、結構まあ高級な時計としてまあムーブメントが使われていますので、輪列にも金属歯車が使われていて、でルビーもしっかり使われてますので、オイルなんかさしておいて、まあね、動きを良くするということもできます。この時代のね、クォーツムーブメントはいいのが使われてるんですよね。動いてるわ。2本ともね、きっちり動いてました。もうフル洗浄してセットしてしまってるんですが、同じ時間を刻んでますね。これはダメだったね。うん、これはダメでした。セイコーのこの2本は大丈夫だった。これはベルトを変えようかな。ベルトを変えて使いましょう。うわー、動いてる、嬉しい。RCありがとうございます。やったぜ。ついでにもう一個ウォルサムだね。ウォルサムもやってみよう。中の腐食だな。若干中に腐食があるね。ウォルサムは何だろうな。ムーブメントどこだこれ。ウォルサムもいいな。これもいいな。どこ？あ、ここか。オルサムはどうだ。あれだけかこれ。成功って書いてんな。621SW これロンダかな、ちょっと電池変えてみます。ちょっと汚いな、机が汚いよ。ムーブメントがねよくわからない。いやロンダかエタかどちらかなんだ気がしますが、さあどうだ。動いた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 、いけたー、いけたわ。レンズを掃除しましょう。プッシュどこだ。あとどんなベルトをつけるかだよね。でもこれ綺麗だなこれ。よしよーし、成功の2個はやっぱ安心だね。安心が違うよやっぱ。よかった。見事にね復活しましたね。やっぱりね日本製のムーブは結構強いね。まあセイコークォーツで、あともう一個セイコーレディースクォーツ、あともう一本入ってたのウォルサムが入ってましたね。ウォルサムも入ってたのでこれもやってみました。これもまあ復活しましたね。これね多分ねロンダだと思うんですよ。ロンダかでもねスイスメールって書いてるので、あでもエタって書いてるのかなこれ。エタって書いてる。ちょっと待って。エタって書いてる。エタって書いてるな。多分エタなんだこれ。これもエタなのかもしれない。エタって書いてるわ。エタでした、なのでまあやっぱり復活率としてはやっぱ日本製ムーブメントの方が復活率は高いですね。まあ今までねクォーツも何本かやってきて復活しやすいのはやっぱ国産ムーブ、日本製ムーブなのでかなり復活しやすいのは復活しやすいですね。さすが日本製といったところでしょうか。実はもうベルトもねパリンとつけてます。ほらセイコーのこちらが7820、こっちがレディースが2320かな。1980年代っぽいですね。80年代っぽい。ただやっぱりこの時代のクォーツってやっぱりいいもの、ムーブ自体もいいので歯車も金属製を使ってたりするのでオイルをさしたりねオーバーホールもできたりするので、意外と回路さえしっかりしてれば復活するんですよ。本当に綺麗に復活、そしてまた長持ちして使えますから。このなんかこのベルトの感じいいじゃないですか。非常になんかいいんだよね。このエレガントさがね非常にいいじゃないですか。なんかねこう、まあこのベルトが曲がるのが嫌なんでやりませんけどベルト曲がるの嫌なんですよ。だからパキンとねさせておきたい。ベルト曲がるのが嫌なのでこうやって。これ一回やるとね曲がっちゃうじゃないですか。こうくるんとなっちゃうじゃないですか。あれがちょっと嫌でさ、このままこうパキッとさせておきたいこちらもねベルトはわざわざ変えました。これもパキッとしてるでしょ。このパキッとした状態がね非常に好きなんです。ボルサムもパキッとしてる状態、パキン。これはではエタだったんだね。まあこの辺のこのウォルサムの年代はちょっと分かんないですけどね。分かんないな。ただまあ使ってるムーブはねヘタだったり国産ムーブ、日本製ムーブだったりしますから、また長持ちして使っていけると思います。いや、ロンジンは残念だったけどね、回路がダメだったっぽい感じもしますけどね。まあやはりこういった今回もいただき物を復活させてみました。復活できるものはしております。このジャンクを復活させるっていうのが非常に楽しいんですよ。こう動くか動かないかのそのさ、瀬戸際、あれやってこれやってこれで動くかなとかっていう、このジャンクを復活させる楽しさってまた結構ジャンクを買って復活をしてるっていう人結構います。それを趣味としてやってる人もいます。俺も例に漏れずこのジャンクの復活っていうのは非常に好きなんです。これ動いた時にこの喜び、この時計の価値とかはそんなの二の次なんですよ。この価値とかはそんな全然気にしないんですよ。ただこれを動かないものを動かしてあげるということが好きなんですよ。価値とかをその時計価値ないじゃんとかっていう人もいるけど、そんなのは知らん。価値とかを求めてないですから、価値でやってないのよ。動くことが楽しいの。それがジャンクのジャンク復活の楽しさでもありますから、価値を求める人はこのジャンク復活は向いてないです。ただこの動かせたい、動かしたいというこのこういった思いが強い人はこのジャンク復活非常に楽しいです。そしてやっぱクォーツのヴィンテージもそうなんですけど結構安い。あとレディースなんかも安いですから、こういったものを意外と復活させてあげれる。何がダメなのか、ここはダメなのかっていうのも探れたりできますから、かなり勉強にもなります、本当にそしてこのヴィンテージのクォーツは結構ムーブメントとしてもかなりいいものを使ってるので、プラスチックパーツなんかは対応してるわけじゃないですから、金属パーツでしっかり歯車も金属パーツでもって形成されていて、石もきちんと使っていて、なので注油やオーバーホールもできたりするんです。そうするとまた動いて綺麗に動いてくれますから、またでまたいいじゃないですか、この昭和感漂うこの雰囲気が非常にいいんだよね。非常にこのベルトのラグのところって見てこれ、この作り方、こんなのなかなか今ないでしょ。ほら、こういったこのなんていうのかな、ちょっといにしえのロマンを感じる。でこの腕にした時またいいんだよね。意外とあとでスイス時計、ロンジンとかもありましたけどスイス時計のクローツも非常に面白いです。非常にこのなんかこう動くか動かないかっていうのはスイス時計の方が高いんですけど、動かない確率がでもなんかこの非常に面白いです、このクォーツのジャンクもかなり面白い世界ですので是非皆さんも試してみてください。で復活させた時また復活させた後はまた長持ちして使えますからね、俺はこのままパキンと取っておくんですけど意外と楽しいのででほらやっぱクォーツってこの薄さがまたいいじゃないですか。こんなに薄いですよ。この薄さがまたたまらなくいいじゃないですか。なんかこういうのにやっぱりこの良さっていうかこの魅力がクォーツの魅力でもありますから是非試してみてください。あと自分で買ったのもあるんです。次回それもやっていこうかな。それも成功なんですけど、レディース時計でちょっと買ってみたのもあるので、ちょっとそれも次回やってみましょう。意外とこのクォーツの復活楽しいですので是非チャレンジしてみてください。今回はRC からいただいたものを復活させてみました。RC できましたよ。できましたよ。1個だけダメでしたけど1個だけダメでしたけど。ってことでこういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォロー是非よろしくお願いします。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。